いい、はい、ただいまから農林水産委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。昨日までに本田明子君および小沼拓海君が委員を辞任され、その補欠として岡田直樹君および塩村彩香君が選任されました。また本日岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として新藤兼彦君が選任されました。環境と調和の取れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案及び植物防疫法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。本日は両案の審査のため3名の参考人からご意見を伺います。ご出席いただいております参考人は、株式会社ファーマン代表取締役井上義孝君、立教大学経済学部経済政策学科准教授、全国有機農業推進協議会理事大山俊夫君及び農業生産法人有限会社トーマグリーンライフ瀬川守君でございます。この際参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご多忙のところご出席をいただきまして誠にありがとうございます。皆様から忌憚のないご意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますのでよろしくお願いいたします。次に議事の進め方について申し上げます。まず井上参考人、大山参考人、瀬川参考人の順にお一人15分程度でご意見をお述べいただき、その後委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。またご発言の際は挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることになっておりますのでご承知おきください。なおご発言は着席のままで結構でございます。それではまず井上参考人からお願いいたします。井上参考人。はい、山梨県北杜市より参りました株式会社ファーマン代表の井上義孝と申します。農林水産委員会参考人としてのお声掛けをいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。資料の1ページ目をご覧ください。はじめに自己紹介をさせていただきます。私は埼玉県の一般家庭で生まれ育ちました。高校生時代に出会った有機農家との生き方と行動力に衝撃を受け、以来興味と憧れを持ちました。高校卒業後有機農業に取り組むべく有機農家の下で研修を受け、2000年に現北杜市へ新規就農者として参入をいたしました。当初は資金もつながりも社会経験もなく、生活や食を自分の手で作り上げる農業という道に入ったことで満足感を得ていました。しかし農業経営は独りよがりの思いだけでは成り立たない、自然や消費者との向き合いの連続だと感じました。実際の生活はというと厳しく、ようやく農家としての先行きが見えてきたのは就農してから6年後のことでした。この6年間土木業、建築業、飲食業、そういったアルバイトをして何とか生計を立てておりました。先行きがうっすら明るく見えた要因は家族、友人、先輩農家、取引先様、お客様、自然環境のおかげさまだと実感しています。現在2017年にファーマンという会社を立ち上げ、農業を憧れの職業にをスローガンに活動しております。弊社のファーマンという社名にはウルトラマンやスーパーマンなど農業界におけるヒーローでありたいという思いが込められています。弊社は中山間地域に属し、生産性という観点では厳しくありますが、一見この弱点と思われる部分を強みに変えて農業を営んでおります。具体的には農業×Xに見られる領域の拡張です。例えば農業×観光、農業×福祉、農業×教育、農業×加工品などです。生きる上では食は欠かせず、食は農が作り、その農を実践するのが農家であります。農家を百姓というように、多くの技術や知見を持つ農家は可能性にあふれているとも感じています。また私たちが営む農業は1万年以上前に起源を持つと言われ、その多様性や包括性は計り知れないと感じています。好きなことや熱中できることで人生を全うしたいと感じた私は、うってつけの職業だと感謝をしています。次ページをお願いします。
緑の食料システム戦略についてです。結論からですが、数値目標やその手法について賛否が問われていますが、この法案の推進に対しておおむね賛成です。持続性が世界の新しいルールとなるのであれば、農業者、有機農業者としては追い風にしたいと考えています。追い風への可能性を感じる一因としては、この法案は農の根幹を見つめ、かつ業種を超えなければ成り立たないと考えるからです。農業は生産活動以外にも環境保全や景観維持、防災などの多面的機能、食育や体験をもとにした教育的要素、固有の食文化やセラピー効果などでの健康増進効果を含むと考えています。生産活動における食の安全保障はもちろんのこと、その多面的で包括的な懐の広さは多くの産業の架け橋にもなりうると感じています。また豊かな自然環境や先人の礎を次世代へ受け継ぐのは私たち大人の責務であり、食文化などによって分かりやすく継承できるのは農林水産業だからこそできることだと考えています。同じページの1番から6番をご覧ください。周辺の有機農業者からの意見です。1番、世界的潮流の中ではとありますが、冒頭に申し上げた通りです。グローバルスタンダードになるのであれば、むしろ率先して日本独自の強みを打ち出せればと考えています。2番、有機自然農法だけでなく農業界全体をとありますが、この緑戦略によって観光、低農薬、有機も関係なく農業者という枠組みで手を結びたいという意味合いです。農法に違いはあれど自然と向き合うことは共通しています。3番、社会情勢、自然環境によってとありますが、昨今の気候変動や環境変化は人申請によるものなのか、また網の目のようにつながった経済活動はどのような影響を及ぼすのかなど、現場に立つ私たちでも不確定でわからないことが多くあるということです。この戦略を実践すれば絶対に思わしい成果が上げられるということは確約できないということです。4番、商売としての有機農業が広まりとあります。数値目標の達成を目指すあまり、有機自然農法の意義や感情的な側面が矮小化するのではないかとの意見です。5、前向きな意味合いで捉えています。消費者へ緑戦略が知れ渡ることで生産者への理解が深まり、好循環が生まれるのではという考え方です。6番、 PR 力のある農家とありますが、有機農業は生き方としての選択でもありますし、人との関わりや交渉が苦手な生産者もおります。そんな職人気質な仲間の生産者を置き去りにはしたくないという考え方です。次ページをご覧ください。2050年までに目指す姿についてです。数値はあくまで目標であり、社会全体で行動を起こすことが重要と考えています。目標に向けての進捗共有などの見える化も大切だと感じています。目標は高いと感じていますが、実現は不可能でないと考えています。CO2 のゼロミッション化については、農林水産業で排出量を低減することに反対はありません。排出の低減を念頭に、吸収源としての可能性を模索し、実現することが他の数値目標へ良い影響を与えると考えています。吸収源の可能性の模索として、山梨県では4パーミルイニシアチブという農法に見られる炭素貯留の実践を行っております。他、一般廃棄物や産業廃棄物の堆肥化による有効活用は、有機農業界では古くからある手法です。化学農薬使用量の 50% 低減と化学肥料の 30% 低減についてです。健康被害との因果関係は各所で発表されていますが、その因果関係を分かりやすく伝えることが重要と考えます。農薬や化学肥料は人体や環境、経済にどんな影響を及ぼし、減らすことによりどんな効果が期待できるのかを示すことが低減につながると感じています。また高温多湿な日本の気候では、今すぐの農薬や化学肥料の完全なる不使用は大規模栽培地と果樹栽培地では難しいと感じています。次に、有機農業の取り組み面積割合を 25% へ拡大することについてです。拡大に向けては米国での取り組みは外せないと考えます。新規参入の有機農業者は野菜栽培へ取り組むことが多くありますが、それのみでの達成は難しいと考えています。先に申し上げた米国での取り組みを普及させるのであれば、特区の設立や地域産地背景によった認証の一部見直しを図ることも有効な手段だと考えています。また法規制や生産者の技術向上だけでなく、消費者への普及活動が何より重要だと感じています。次ページをご覧ください。産地からの声です。大規模平野部産地と小規模中山間産地で戦略は変わると考えています。中山間地で有機農業を取り組む、僕ら生産者からの意見と思って聞いていただければと思います。前提として、大規模平野部、中小規模の山間地で戦略は変わりますが、この違いにより規
械や人材の導入はもちろん、販売や PR の仕方も変わります。3つほど具体的なアイデアを申し上げます。1つ目はベテラン有機農家と新規参入の有機農家が混在するエリアゾーニングです。小中規模の圃場整備区画において 50% ずつの割合でベテラン農家と新米農家を混在させ、栽培技術だけでなく営業方法や販路の確保、農機具や資材の取得に関する情報共有、そして地域との結びつきを交流の中で学びます。区画化された場所で栽培を行うことにより有機ジャス認証の取得もしやすくなると考えています。また圃場整備された農地は投資を行った農地であり、保全と有用性を持続させることは重要だと考えます。耕作放棄地の増加を防ぐことはもちろんですが、有料農地を何としても守らなければならないと考えています。この共有を中心としたゾーニングは、緑戦略の目標に向けてと担い手不足の改善に向けてと両方でアプローチできる手法ではと考えています。2つ目は教育現場での農業の普及についてです。私の営農する北杜市では学校給食の有機農産物の取り扱いを増やす動きがあり、一定の実績を出しております。理由は市内には有機農業者が多いことと、行政と農業者と栄養士での関係性構築に多くの時間を費やしたからです。しかし全国的にその取り組みを強いることは、同じような環境にない産地を苦しめることになるのではとも考えています。まずは作る楽しさや食べる喜び、それらを体感できる食育教育を普及し、その中で循環や持続性のある農業についての学びを提供することが大切だと考えます。農家が中心となる食育教育の実施は農家自身の営業活動でもあります。3つ目は消費から始まる流通拡大と社会全体での取り組みとすることです。生産者への直接的な所得、個別保障は短期的には効果が見込めるかもしれません。しかし中長期的な視点と農業者の成長、そういった意味合いでは効果が薄いと考えます。一方消費に対しての補助であれば、有機農産物を求める声が強まり、農業者自身の技術や経営の向上へとつながります。また消費者はイコール総人口であり、認知を広める絶好のチャンスだと考えています。具体的な手法としては、消費者が有機農産物を購入した際にポイントの付与をするであったり、税制優遇を行うであったりです。SNS を活用して産地情報を共有することや、産地に訪れた場合にも同じような特典があると、若い世代をも巻き込めると考えています。次ページをご覧ください。終わりにとあります。持続可能な食料システムの確立を目指すのであれば、消費・流通の拡大と段階に合わせたルール作りが必要と考えます。消費の拡大については前のページでも申し上げた通りです。私たちは食べてくださる皆様がいなければ農業を営むことができません。作りたいものだけをお届けすることは難しく、求められるものを作ることは取り組みをしやすいと感じています。商品だけでなく生産者にフォーカスをすることで興味関心を深めることができるとも考えています。食べて知っていただくことが農業者だけでなく持続性や多様性を考えるきっかけとなり、社会全体での流れを作ると考えています。ルール作りに関してですが、この効果や影響は非常に大きいと感じています。有機農業には生き方などの概念的な要素も含まれており、生産者によってさまざまな価値観が存在します。すべての生産者で今すぐの合意を取ることは難しいかもしれません。段階や地域、品目や品種、複合性や包括性によってルールを定めることにより、目標に向けて前向きに取り組むことができると考えています。最後となりますが、私自身は農業という産業に未知の可能性を感じています。また有機農業という熱中できる素晴らしい産業との出会いに感謝をしています。次世代へ豊かな自然と文化の継承を行うため、緑の食料システム戦略を多くの方々と考え、そして行動します。発言は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。次に大山参考人をお願いいたします。大山参考人。はい、立教大学の大山です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今日は肩書きとしてもう一つ、全国有機農業推進協議会の理事という肩書きもいただいているんですけれども、この、団体はちょうど有機農業推進基本法が制定されたときにですね、有機農業に取り組んでおられた方々が、中心となって組織して、全国的に普及展開したいと
という、そういう思いで活動が始まった団体でございます。ですから今回の今回 の, このいわゆる緑法案ですけれども、これについても非常に前向きに捉えて活動を進めているところです。それで私の自己紹介を少しさせていただきたいんですけれども、私大学院を卒業してから農政調査委員会という、農業団体に研究員として就職をいたしました。でその時に、国内調査中心で有機農業だけではなく他のいろんな調査テーマを担当しておりましたけれども、90年代の終わりですね、平成の時期の、割と始まりの頃ですけれども、有機農業をテーマにした、調査事業、研究事業はなかったんですけれども、ちょうどいろんな、いきさつ、経緯がございまして、事業を担当することになります。でちょうどですね、この時期は有機農産物 の, 表示ガイドライン、多分今日お集まりの先生方は皆さんご存知かと思いますけれども、要するに有機ないしは原農薬といったその表示がまだ何のルールもなかった時に、このルールを作っていく、ガイドラインを作っていくっていう、ちょうどそういう時期だったんですけれども、でその時期からですね、農水省の、検討委員会で、私は委員ではありませんけれども、末席で資料を準備する、情報を提供するということでお手伝いをさせていただいてたという、そういう経緯がございます。ですから、ちょうど有機ジャスの有機基準、それから有機の畜産の基準などもあれですね、相当勉強させていただいたということがございます。でそのこともあって、もともと国内調査部というところにおりましたけれども、海外調査も随分することになりまして、でその縁があって、どこか略歴に書いてあったかと思うんですけれども、スイスのフィブブという有機農業の研究所の方にもしばらく滞在させていただく機会がありました。でこの時に、多くの知識に恵まれてということなんですけれども、文字情報以外の、彼らのですね、いろんな、温度感とかですね、そういったことにも随分触れることができて、今日までずっと長くお付き合いいただけているので、今回の、緑戦略については、ある程度そのEU のファームトゥーフォーク戦略も全く影響がないわけではないと思いますけれども、こういった国際的な潮流の中で、研究者、それからさまざまなステークホルダーの人たちの温度感なんかについても、ある程度は感じ取ることができていたかなというふうに思います。したがって、そういったことも含めて今日は意見を述べさせていただきたいと思います。で当然ですけれども、研究者っていう位置づけでいくと、対極的、少々ですね、僭越ではありますけれども、対極的な観点から少し意見を述べさせていただきたいというふうに思います。それでまず、緑の食料システム戦略ですね、今回の法案の、意義っていうのは、もう私が述べるまでもなく、さまざまな方がもうご発言もされてますし、農林水産省の資料にも書かれている通りだと思います。国際的な、例えば SDGs であるとか、さまざまな、国際的な潮流の中で、この今回のこの農業部門についても大きく舵を切っているっていうのがあると思います。したがって日本の中でも当然農業だけではなく他産業においても、すべてではありませんけれども、SDGs に向けた取り組みというのがさまざまな企業で始まっていると思います。そういう意味では農業も例外ではないんだと思います。でそのような中で総論としては多分多くの方、賛同されていると思うんですけれども、多少、批判的な意見も、聞かれるような気がします。で多くの場合は例えばこの数値目標の実現可能性を問うような意見とかですね、あると思うんです。で、それ以外にもですね、日本の、国内の農業を取り巻く、生産状況、自然状況とか、そういったことからもなかなか難しいのではないかという意見もあるんですけれども、私個人としては
総論はもちろん賛成ですけれども、各論についても相当やれるはずだろうというふうに見ております。で、その時にかなり発想の転換も必要ではないかというふうに感じております。で、これは例えばヨーロッパの有機農業に関わっている、ないしは農業者の、例えば農場に行った時の受ける印象と、日本で生産者のところで受ける印象の違いとして、いくつかその、経営であったり技術とかの発想の違いを感じることが多いんです。なかなかちょっと私論文とか文章で書けてないんで、口頭でご説明したいと思うんですが、一つ大事なのは、その、経営は技術は相当多様であるっていうのが一つもう絶対的にあると思うんです。で、これはヨーロッパの中でももちろん地中海諸国からアルプスの北、北欧まで全然違いますので、その中で EU として、同一のっていうんですかね、一つの政策体系を作る、これ大変容易なことではないと思うんですけれども、でも、これを作っていくという、方針を示した、これはすごいことだと思うんです。で、日本も、北は北海道からですね、南は沖縄まで非常に気候条件違うわけですけれども、じゃあ日本で本当になぜやれないんだっていうことに当然なるんだと思います。したがってもう少し議論を詰めていけばいろんなところで突破できるような気がしております。それで今日お配りしている資料の中で図の入っているものがあると思うんですが、こういうものをですね、何を説明したかったかって言いますと、今回 の, 一般的にもそうですけれども、有機農業に対して、多少こう消極的否定的な見方をするときに、有機農業の生産性の低さっていうことがよく指摘されると思います。で、このことについては例えばヨーロッパでも同じようなことはあるんですけれども、よく見ていくとちょっと違う誤解も生じているような気がしています。で、この図はあくまでも多様な経営がある中での模式図として示しているので、絶対この通りだとは言いませんが、一つの考え方として見ていただきたいんですが、左側が観光生産の単種です。で、右側の薄い黄色の方が有機生産の単種になります。それで一般的に生産性っていうのは投入と産出のこのあれですね、関数ですよね。したがって一般的な方が受け止めるのは、例えばこの土地面積あたりで生産量が有機は減ってしまうではないか、で、これをもって生産性が落ちるっていうふうに言ってると思うんです。で、この図でいくと、産出量がその生産量に当たりますので、例えば観光生産の単種と有機生産の単種を比べると有機の方が低いので土地生産性低いわけです。で、ところがですね、ヨーロッパの有機農場、アメリカでもそうでしたけれども、一部の農家は非常に投入量が低いんですね。で、そうしますと産出量の低下よりも投入量の低下はもっと大きくするような、言ってみれば低コスト生産を徹底しているケースがしばしばあります。で、そうすると土地生産性は下がるんだけれども、実は一般的な他の生産性、つまり労働生産性であったり資本生産性ですね、要するに経済性という観点でいくとそんなに不利になっていないっていう現実が結構有機農家もあるとあります。したがって生産性が下がる、確かに土地生産性下がるんですけども、それ以外の指標についてもう一度点検をしてみる必要があるだろうというふうに思います。ですから今回これからですね、経営と技術も見直しが進むと思うんですけども、こういったある意味非常にシンプルなものなんですけども、発想を少し変えると実は有機はかなり経済性もあるっていうことになるではないかと思います。ですから例えばアメリカの
比較的規模の大きな有機農業経営なんかですと、むしろ有機農業の方に有利なんだっていう言い方をする経営者もおります。なのでまさにこの生産性ということを見ていく必要があるではないかと思います。で、そうしますと今回この緑法案ではっていうか、この今回のこの一つの、まあ、政策の方向性でいきますと、まあ、環境負荷の軽減ということが言われています。で、環境負荷の軽減というのはまさに土地に対する投入量を減らしていくっていうことになりますよね。ですから有機農業はある意味で土地生産性を下げていく農業になる。しかし他の指標を上げていくような経済性を持たせるような農業の技術、それから経営を作っていくっていうことになると思うんです。で、当然ですけれども環境に寄り添った農業技術ということになりますので、いわゆるその植物工場であったり家畜工場のようなそういう技術を追求するということではないだろうと思います。で、それからですね、まあ、この技術や経営の多様性ということを言いましたけれども、これは非常に地域性ということになるかなというふうに思います。したがって、まあ、例えばアグロエコロジーといった言葉がありますけれども、こういった発想で農業を少し作り直していくということも技術の方向性、経営の方向性としては出てくるのではないかと思います。それから次の、準備した資料はですね、もう時間がありませんので簡単に言いますが、環境保全型農業推進農家の経営の概要ということで数字を並べている表があります。で、ポイントは何かって言いますと、見ていくと今言いましたように土地の生産性は、環境保全型農業は観光農業、観光農法に比べて土地生産性低いんですね。単収が低いんです。で、それ以外の数字を見るとそんなに悪くないということなんです。したがって有機農業は経済的に有利ではないかということになるかと思います。で、何が問題かっていうと、多分この一番下のですね、10R あたり労働時間ですよね。ここは長いんですよね。つまり労働多頭型の農業経営になっているわけです。で、もしかすると農業者はですね、これは観光の農業者もそうですけども、直感的に感覚的に有機農業が大変だというふうに見えるのは、経済的な意味よりもこの労働の大変さというところにもしかするとあるかもしれません。したがってここをまあ突破できるような技術、労働生産性を上げていく、もしくは省力化していくような、当然土地生産性、単収を下げますので、まあ、それ以上に省力化もするっていうことになるんだと思いますが、そういったことが、まあ、これ30年前の数字なので非常に古すぎるんですけれども、アップデートされてないので仕方がないんですが、まあ、こういった、まあ、ずいぶん古いんですけれども、以前の数字とかを見てもそういったことが言えるかと思います。それからですね、次話もう一つなんですけど、今回ですね、この有機ジャス、まあ、有機農産物の確かな数字っていうことで言うと、やっぱりジャスの格付け数量、格付け面積で見ていくしかないんですが、改めて数字をこう経年推移を見てみるとですね、あと割合を見てみると、圧倒的に野菜生産が中心になっています。で、日本の有機農業は野菜生産、特に葉物野菜を中心としてこれまで展開してきたということがはっきりと分かります。で、まあ、これはもう個々の生産者は、まあ、個々のいろいろやってるわけですけども、全体として見るとそうなっているということになります。で、私ちょっと意外に思ったんですけれども、水田稲作ですね、お米の有機の割合が実は面積も少ないんですけれども割合も少ないんですね。で、そうしますと日本の、まあ、今回の有機農業、まあ、有機農業だけではないですけれども、やっぱり水田稲作をどう作り直していくかっていうのは、多分今回のこの法案の中でも大きなポイントになってくるのではないかというふうに思います。これも有機農業だけではなくて、他の全体の観光農業も含めてですけれども、そういったことが言えるかというふうに思います。それからあともう時間もありませんので、最後にしたいと思うんですが、まあ、所属している、はい、はい、
全有協ですね、全国有機農業推進協議会は、生産者、消費者、それからさまざまなステークホルダーの人たちで構成されています。で、やはりその共通の問題意識としては、やっぱり生産と消費が、この均衡ある発展をしていくことが大事だというふうに思っています。で、そうしますと、やっぱり流通の部分というんでしょうか、途中のフードシステムの部分が大きな鍵を握っているというふうに思います。ですから、単純にその生鮮の野菜であれば、これは生産者と消費者が直接的に、提携という形でこれまで展開してきたわけですけれども、それ以外の部分、例えば加工用のですね、根菜類であったり、それから今回ちょっと存在感が薄いですけども、畜産の世界ですね、畜産物、乳製品に至っては、これはやはりその途中のメーカー、流通業者含めて、全体としてのシステムが必要だということになるかと思います。したがって、今回のですね、法案を、成功させていくっていう意味では、まさに買ってくれる、食べてくれる人まで含めて、作り直していく、そういうものになるのではないかというふうに思います。はい、ちょっと時間が来ましたので、これで一旦終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次に瀬川参考人、お願いいたします。瀬川参考人。皆さん、こんにちは。北海道当麻町、当麻グリーンライフの、代表をやっております瀬川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。緑の、食料システム戦略ということで、総論ではですね、非常に、大賛成でございまして、もっと早く、立ち上げていただければもっともっと変わってたのかなというふうに思っておりますが、私が今日お話ししたいのはですね、日本の有機農業のですね、歴史的な問題という部分と、これからやはりその農薬を減らしていかなきゃいけない理由だとかですね、そういった部分が、この度熱い本を送っていただいた中にはどこにも書いてなかったということなんでございますけれども、歴史的にはですね、私の資料を見ていただければ、1枚目は、身元確認の資料は皆さんに、渡っておりますので、自己紹介等々は、さほどしなくていいかなと思いますが、こんな会社で、やっております。今いきなりその農薬の話にしましたけれども、今日話したいのはですね、この日本の有機農業の歩み、それから今の現状、それから、緑の政策のこれからについてということで、意見を8つほど挙げさせていただいております。そんな観点からですね、下手な年表を若干作ってみたので、それとこう照らし合わせながらちょっとご覧お話を聞いていただければと思います。公害ということで、我々の有機農業者、今までのですね、バイブルの中では、足尾山の、公害が問題になってですね、我々田中正造というのはですね、天皇直訴されて、一生ですね、村民のため、県のため、農民のためにということで一生捧げた人がですね、我々のモデルに若干なっていると思いますけれども、その後ですね、やはり、近代化ということで、緑の革命、今の緑とは全く真逆な緑の、言い方なんですが、化学肥料と農薬がどん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 、使われるようになってですね、やはり戦後日本も、世界一単位あたりですね、今もそうかもしれませんけれども、どん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 投入されているというのが現状だと思います。したがって、自然環境の汚染、それから破壊、人への健康被害、それから
そういったことをですね、なんとかまともな、農業に変えていこうというのがですね、日本の、有機農業の歩みだったと思います。1971年ですから、ちょうど、昨年で50年前になりますけれども、徳島県の一楽輝夫氏がですね、この日本有機農業研究会っていうのを立ち上げたわけなんですが、この日本有機農業という、有機と農業がですね、用語としてつながったのは実はこの、日本有機農業研究会が結成された名前を冠にしたところから始まっているというのは、世の中の、まあ、我々としては認識としては持っているわけです。まあ、したがって、有機農業の、歩み方というものについてはですね、まあ、まともな有機農業50年前からですね、今の、農業をなんとか良き方に していこうという考えでですね、まあ、苦難の道を歩んできたわけなんですが、まあ、我々の諸先輩もですね、一生懸命学者、それから、お医者さん、生産者が一体となってですね、全国で展開を今でもしているわけですが、有機農業をですね、やはり、良きことをしている割にはですね、世間から評価されないというのが、ついこの間までの現状だったわけなんですけども、まあ、現状、その、高度成長とともにですね、やはりそれを手間のかかることにすると、なかなかね、先ほどの先生が言われましたけれども、まあ、異端児扱いということでですね、非常に、まあ、辛い面を持った時期もありました。まあ、しかしそういうことを言うことではなく、これからですね、やはり現状は、やはり現状でもですね、やはりその農薬と化学肥料の投入量というのが圧倒的に世界的に多いということを直視しなければならんと思うんですね。で、それも、この今盛んに言われているようにですね、ラウンドアップという、まあ、私も、4代目の農家なんですけれども、有機をやる前はですね、20代前後の時は、使った経験があります。そういったことをですね、やはり直視をして、あるいはネオニコチノイドについては、子どもたちに、あるいは、赤ちゃんの尿からもうすでに検出されるというようなことになってしまっているわけなんですね。ですからこれはこの緑の法案も、どん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 こう右肩上がりで伸びていくのは結構だと思いますし、そうならなければいかんと思いますけれども、できることなら皆さんのお力でですね、この農薬の、基準がですね、2017年にですね、日本だけが緩和されたということをですね、今一度ご検討いただいてですね、我々の孫やひ孫、それからこれから親になろうとする人たちの、健康をですね、守っていかなきゃいけないというふうに、まあ、私の年齢になるとつくづく思っておるところです。どうかその辺をですね、まあ、緑の法案そのものも、どんどん進めていただくのは当たり前のことですけれども、そういったことをですね、今直近で喫緊課題としてこの規制をですね、作っていただきたいというふうにお願いいたします。まあ、そういうことで、現状ですね、やっぱり、圧倒的に輸入が多くて、国産は輸出しろという構図がですね、根本的に変えていかなければ、まあ、意見1の方になりますけれども、まあ、国産というか農家がいなくなるんじゃないかなというふうに心配しております。意見2はですね、有機農業では持続性、
化学肥料と農薬のですね、資材を有機に資材に変えたというだけではですね、この、持続性というか、そういった多様性といったところでですね、成り立たない状況になっていくんじゃないかなというふうに危惧しております。それから意見3としては、もう今100万形態だったと思いますけれども、それだけ減ってしまった。さらにこの米価が下がった、いろいろなことでですね、タイミング的に今年からまた、農家が全国でどん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 減少していくだろうというふうに思います。で、したがってこの緑の政策もですね、誰がやるんだというようなことで、少し危惧をしているところです。それから、意見4ですが、直接支払いということで、欧米、欧州並みのですね、単価になっているというふうに、どこかの会議で、答弁されておりましたけれども、これはスケールの問題であってですね、100ヘクタールと、10ヘクタール、あるいは1ヘクタール、小さな規模での同額であればですね、全く日本の、農家っていうのはですね、それだけの、ボリュームというかですね、有機の、環境保全型の直接支払いとしてもですね、まだまだ足りない状況ではないかというふうに思います。それから意見5です。特区を作ろうという方向ですけれども、有機農業そのものはですね、やはり、画一的な、栽培や、画一的なですね、考え方で進めていくとですね、なかなか大変なことになっていくんじゃないかなというふうに思います。したがってですね、それぞれの地域で合意形成ができればいいんですが、ここにも書いてありますけれども、やはりこの、地方分権が一括法になったということでですね、やはりそれぞれの町村の首長、あるいは単協のですね、農協の、組合長あたりのですね、考え方が、センスがないとなかなか進んでいかないんじゃないかなというふうに思います。意見6として、農薬の使用量が減ってきているというグラフもあるんですけれども、私の解釈ではですね、以前は、1000倍、あるいは粉だとかですね、そういう農薬を、重量では確かに多かったわけですが、今、30倍だとか、濃縮された農薬が使われている。したがって重量計算でいけばですね、グラフに表すと少なくなっていっているのではないかというふうに思います。意見7、実は、北海道種子条例というのができましてですね、この、登録品種についても自家採取ができるようになりましたけれども、今のところですね、これからどうなるかわからないという影響があると思いますが、遺伝子の、操作、編集というのは日本は安全だというふうになっているようですけれども、実は私のところ、シジリアンルージュというですね、トマトを13年ほど作っておりまして、で、見た目はですね、この編集したものと全く変わりはないわけですね。で、これを、もしか、有機でも有機でなくてもですね、同じハウスに、違いの確認ができないということを政府は言ってるわけなので、これは誰でもですね、高く売れる方を作るわけですが、交雑の問題だとか、見た目が全くわからないということの表示義務がないということに、非常にですね、恐ろしさを感じております。農家側としてはですね、お金になる方としても作るというふうに思います。それから一番問題なのはですね、この意見8です。ジャス法とそれから、2006年のですね、有機農業推進法。これがですね、なぜ有機が増えなかったのかということのですね、検証がですね、できていないんではないかなというふうに思っております。もう時間がなくなりましたけれども、提案として、高い
有機農産物、普通の農産物、だけども、高い有機農産物を買ってもですね、得をしたぞという消費者に思っていただけるような方法論として、ポイント制というのをですね、私は30代後半から考えておりまして、でこれは各省庁がですね、有機あるいは国産、いろいろなジャンル分けをしてですね、あるいは春と秋の、連休にですね、農村に皆、手伝いに行くと、で、農村との交流ができる、あるいは、健康医療費等々がですね、巨額にどんどん上がっていくわけですから、そういった農村との交流がですね、非常にその幸福度につながって、医療費も下がっていくんじゃないかと、まあ、そんな甘い話をしているわけなんですけども、どうかそういった前向きなですね、新しい発想を皆さんぜひともですね、考えていただければ、日本は少し変わるんじゃないかなというふうに思っております。以上で終わります。ありがとうございました。以上で参考人のご意見の陳述は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。なお質疑および答弁は着席のままで結構でございます。質疑のある方は順次ご発言を願います。委員長、小野田君。はい、参考人の先生方ありがとうございました。ちょっと早速順番にいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、まず井上参考人にいくつかまず一問ずつ伺いたくて、ありがとうございます。でですね、資料3のいただいた資料の中の3の丸4の商売としての有機農協が広まり包括的な要素や価値が陳腐化するのではないかっていうところに関してちょっとご意見を伺いたくて、これも私もある農産品を作ってらっしゃるところに有機を拡大してなんとかその手取りを増やすというか、ちゃんといいものをいい値段でちゃんと売るっていうことに関してどう思われますかっていう話をしたときに、輸出のことも絡めてたんですけど、逆に海外 EU の方とかはもう有機が当たり前で、その有機にしたからといって付加価値のお金がつけられないっていうような状況があると。でそうなって、もし今これをやった後に有機が当たり前だよっていうふうに日本でなった時に、きちんとその有機が当たり前の価格帯をこう上げて当たり前にしていけたらいいんですけど、結局そのまたそれも価値がみんな当たり前になって下がってしまって、結局馬鹿らしくてやってられないみたいな風になるのは嫌だなと思って、この辺どのように考えていらっしゃいますか。井上さん、ご臨。はい、おっしゃる通りだと思っています。ただですね、このマーケットの拡大によって、マーケットがシュリンクするっていうことは往々にして起きうることだとは思っているんですけれども、この商売、まずそもそもこの商売の有機農業っていうものがどういうものかっていうと、お金を稼ぐための有機農業っていう意味合いでして、僕らは先ほど僕の話の中でも申し上げました通り、生き方として有機農業を選ぶ、選択されるっていう方が多くあるんですね。でこれが拡大をさせようっていう動きとともに、じゃあ商売としてのビジネスチャンスがあるから有機農業に参入しようっていうような、ある程度の規模感の農家もしくは農業以外の企業の参入ということが考えられるかと思っています。まあ、そうするとですね、まあ、この生き方としての選択をしていた小さな有機農家っていうのは、まあ、簡単にこう崩れてしまうといいますか、まあ、その大きなマーケットの中で太刀打ちができないのではないかっていう心配の声が上がったというようなことです。委員長。小野田君。なるほど。じゃあやっぱその拡大の仕方が非常に難しいというか、そういったコツコツ取り組んできた人たちを守りつつ拡大していくためには、ここを気をつけてっていうのところがあれば。井上参考人。はい、そこがですね、はっきりと申し上げられればいいんですけれども、まあ、前提としてこの意見として出てきたことであって、じゃあここに対して対策をどう作るかっていうところは具体的にはまだ上がっていないんですね。ただ発言の中で申し上げました通り、サプライチェーンの川下の方とうまく結びつけることが、この課題解決につながると思っています。まあ、具体的にはこの商品を見てもらうのではなくて生産者を見てもらうということですね。商品ではなく生産者にフォーカスをすることでファンになっていただくということが一つ解決策としてあるのかなと感じています。委員長。小田君。あ
ありがとうございます。まあ、そうなってくると、この丸六の PR 力がある人以外、生き残りが難しくなるのではみたいなことも、多分いろんな、それぞれ の農業の携わっている方たちのそれぞれの視点の心配事があると思うので、まあ、トータルで皆さんのご不安を防げるようにしていけたらいいなと思いつつ、これを勇気を拡大していこうとしたときに、今までそうじゃない農業をされてた方が、勇気にのこうの乗り換えない理由とか、そのどういう考えで、いや勇気はいいわって、うちは今まで通りでいいわって思うのか、それは先ほど大山さん、この方でもあったその労働時間を心配してたのか、どの辺を心配して周りの方たちっていうなんかリアクションがあれば教えてください。三浦さん、公認。はい、これは僕の周りの周辺の農家だけのことなので、全体には当てはまらないと思うんですけれども、観光農家はおおむねこう世襲制といいまして、受け継がれるような形で経営を継承していく形が多くあるように感じています。でその中で、おじいちゃんやお父さんがやっていたその農法であったりとかスタイルっていうものを、なかなかこの自分の代で変えるっていうことが難しいような感覚を持っています。で、かたやこの有機農業というものは、新規参入の方が非常に多い、界隈ですので、まあ大変なんですけれども、一人親方としてスタートするので、言い換えれば自分の好きなように経営の戦略が組み立てられるっていうような側面があると思います。で、じゃあこの観光農家の方々が勇気に興味を持つかっていうところなんですけれども、まあ、感覚として僕は 30% から 40% ぐらいは乗り換えてもいいって考えている方がいらっしゃるのかなっていうことを感じています。まあ、これは全量を有機に変えるっていうことではなくて、観光農法もしくは低農薬農法の中でこの経営面積割合として2割だったら取り組んでもいい、3割だったら取り組んでいいっていう方が、まあ、3割から4割程度いらっしゃるかなという感覚を持っています。委員長、世襲だといろいろ変えるのが難しいっていうのは、いろんな業界でそうなんだなと。私も農家の娘なので、いろいろ田舎の変えることへの圧とかもよく分かっているので、難しいだろうなと思いつつ、なるほどと今拝聴させていただきました。まあ、まずはその2割とかからやってもらって、 3、4割の方に2割ずつとかでもやってもらっていいなと思ったら、その生き方というか、そういう農業のやり方を徐々に広げていただくっていうような地道なやつも必要なのかなというふうに思いました。で、食育農業の農家 その方の食育の話も先ほどしてくださったんですけれども、この給食を有機にというところ、まあ、親御さんの中では喜ばれる方たちもいらっしゃると思うんですけれども、まあ、大変だったとおっしゃった、そこはそのなんていうでしょう、保護者さんへの理解を求めるのが大変だったのか、もしくはそのやはりその有機じゃない食材を今まで卸してたところがあって、 その人たちを市場から追いやるっていうことへのハレーションとか、例えばその地域だと農薬売ってる人たちからのなんかこうハレーションがあったとか、そういうこう戦ってたのは難しかったのは、どこが一番難しかったですか。井上さん、ご人。はい、そうですね、まあ、一番苦労したポイントは、栄養士さんと農家を結びつけるっていうところですからね。ここが一番苦労されたと思います。苦労されたっていう言い方に関しましては、まあ、実はこれ北杜市役所の、担当部官がですね、僕と同い年なんですけれども、まあ、その彼が、農家のもとに足しげく通い、そして栄養士さんには、どういったものであれば納品ができるのかっていうことを調整をしてですね、この間に入って調整に動いている彼の姿を見て、まあ、ここが一番大変だったところではないかなと感じました。で、かたや僕は生産者として出荷をさせていただいているんですけれども、まあ、ここで大変といいますか、通常の商流とは違うなと感じているところが、まあ、納品時間帯が限られているであったりとか、あとは、大きさを揃えて納品するっていうことであったりとか、土物はきちっとこの土物を落としておかなければならないであったりとか、まあ、このあたりは、一般的な出荷とはちょっと違うところかなというところですね。ただ苦労としては捉えてはいません。はい、委員長。小田君。なるほど。もうちょっと価格的なところとか、栄養士さんもそのこの中でやりなさいって言われたお金の中でその合わないのかなと思ったら、その土落としとか時間とか、まあ、いろんなそういう複合的な問題があるというのが分かりました。ありがとうございます。ちょっと時間が、大山先生、すみません、お伺いしたいんですけれども、フードシステム、流通が鍵になっているというところで、井上さんも、井上さん公認も、
こう求められるものを作ること、消費拡大のためのまず消費拡大あって、そしての作り手も頑張っていくんだという話をしてくださってたんですが、このその事前にいただいた資料を見ると、欧州だと一般小売店でかなり取り扱いが多いっていうところがあると思うんですが、ここをですね、その食品市場の成長のために日本でもこう一般の、最近ちょっとこう有機みたいなスペースもできてきたかと思うんですけど、野菜の方ではこれをどうやったら拡大していけるのか、まあ、それ消費者のマインドも欲しい人が増えなきゃダメだっていうのも分かるんですが、例えば私も大学から東京に出てきて有機に馴染んで、で岡山に帰った時にどこにあるっていう探すのが本当に大変だったっていうのがあって、ここをその広げていくための何かいいアイデアがあれば教えてください。大山参考人。はい、ご質問ありがとうございます。非常に悩ましい問題だと思うんですね。ただヨーロッパではですね、流通もですね、やっぱりいくつかありますね。つまりやっぱりマルシェであったりとか、いろんな形のローカルな流通というんでしょうかね、そういう、関係性の中 の販売がありますよね。それから先ほど申し上げましたように、例えばその加工農産物っていうんですか、加工原材料になる農産物であったり畜産乳製品になりますと、やっぱり中間にある業者がかなり積極的に動くんですよね。でそういうふうに考えると、一般的にただ農産物とか、簡単に言ってしまうんですけども、かなり物によって産業構造が違うっていうんでしょうかね、そういうところがあるかと思うんです。ですからそれぞれに、ちょっとこうフォーカスをしていかないとなかなか立ち上げるのが難しいかなという気がします。でさらに言うと、その束ねるところが誰かって言ったときに、やっぱりその卸機能の部分がかなりその鍵を握っているような気がいたします。ですから例えばその公共調達で、給食に使うということが非常に期待されているんですけれども、そのデンマークやスウェーデンとか、割とよく紹介されますけれども、本当にスポット的に一部の農産物、有機農産物を使うのか、それとももう工場的にある程度使うのかっていうレベルと、ものによって多分組み立て方が変わってくると思うんです。したがってある程度工場的にやるってことになると、卸業者がある程度の品揃えと安定的にこう物を調達して供給できるっていう、そういう意味では物量的にある程度の物量を確保できるような、そういう、マーケットの大きさっていうんでしょうか。ですから日本ではまだまだそういう意味ではちょっとその供給の方が小さいですから、ちょっとヨーロッパのように行くにはどこでブレイクスルーするのかっていうのは非常に難しいんですけれども、ある一定の経済性のレベルを超えたところで、つまり規模の経済っていうと、なんとなく反感を呼ぶんですけども、それでもやっぱある程度の経済性を少なくともイーブンなあたりの経済性を持った、そういうシステムが、パイロット的にでも作れると良いのではないかというふうには感じています。でちなみに立教大学の学食では山形県の高畑町のお米を使ってるんですけれども、お米は割と馴染みやすいかなというふうに見ていて思います。やっぱり大学の学食って1年の半分近く、特にこの2年間ほとんど休業状態だったので大変なんですけど、仮に通常の時でも春休みとか受験の季節とか、結構間空くことがありますけれども、お米であればかなり導入することは可能かなというふうに思います。いずれにしても品目によって相当違いがあるかというふうに思います。委員長、ちょっと最後になるかもしれないんですけれども、その中間業者のところの今加工の感じのところも私も気になっていて、一時期オーガニックのものを食べたら痩せるっていうダイエットに本当に痩せたんですけど、今までびっくりするぐらい、それをやってた時に裏を結構加工品見た時に、日本のもので裏まで見て全部有機っていうのがなくて、元の原料は有機かもしれないけど、そこに使ってる調味料とか、なんか他のものが加工品で有機じゃないって戻さなきゃいけなくなったりする、その加工品のところに今卸がこの鍵となって、いろいろなその
調整をというふうにおっしゃったんですけど、この加工品も含めてせっかく有機の農産品を作った後にうまくそれをそのいいもののまま現場に届けるのも卸がやっぱりリーダーシップ取っていくべきなんですかね。大山参考人。はい、大山です。そうだと思います。やはり今回もですね、加工部分ちょっと端折ってますけれども、やはり原材料が輸入されているものがオーガニックといえども少なくないわけですよね。でこれはやはりその国内での供給がこれは価格が折り合わないのか何が折り合わないのかっていうのはそれぞれに事情があると思うんですけれども、ただ加工食品業者からすると国産の原材料は欲しいわけですよね。当然ですけど欲しいわけですけども、なかなかまとまった数量が調達できないっていう、これはもう多くのところで聞くことなんです。したがって、ある程度の、物量ベースまで引き上げるっていうのは、このどの線かというのは非常に難しいんですけれども、やっぱりそこにこうなんとかたどり着くと、テイクオフするのではないかというふうには感じています。はい。終わります。